子供の頃になんかお父さんとやった覚えはあるような気がしますけどね。じゃあなっちゃん中心にそのなんか中心者が弱いですってオッケー、入った入れました。あー来た来た来た。うわこいつキャンプっぽいこと全部してんじゃんって言われるぐらいキャンプっぽいことしたいですね。あーいいよいい、匂ってきた。思いっきりサンドしちゃって、うわいただきます。もうお昼になりまして、はい、ホットサンド作っていきたいと思います。イエーイ。寒い寒いっすね。早く作って温まりましょう。わかりました。じゃあまず火を起こしましょう。火を起こす。あー、そういう感じでやるんですね。これでやってください。やったことないな。それを3人で力を合わせて火を起こしましょうという。うわー、ストロングスタイルだな。軽くこれくらいでもうやり続けた方がいいんだよ。おう、うまいっすね。え、何の変化もないっすか今まだいや、ちょっと出ていい。マジっすか。めっちゃいい、めっちゃ来てる。あ、すごい、匂うもん。あ、ほんとだ。もうちょい、もうちょい匂ってきた。よし、これでやめたらやろう。もうちょい、もうちょい、もうちょい。あ、くそ、なんか止まっちゃった。でも、でも、でもあれか、ついてる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 。いいよいいよ。火種がなんか、なるほど。もう一回だけトライしてみます。お、出てきた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 。やばい、回んない、チャンピオン、よしチャンピオン。どこに。あー、ダメか。あー、ちょっとさっきよりダメですね。止まっちゃうな。強かった。煙がすごいいい感じ。あー、やっぱね、そこで止まっちゃうんですよね。これ止まっちゃうんだ。ラスイチって言います。なっちゃん、私で、はい。おー、いいいい、おー、いい。もうちょい。あー、くそ、止まっちゃった。ダメです、中止ですちょっと時代進めますか。じゃあファイヤースターターという、ファイヤースターター、うってつけの名前ですね。おお、よし、いける。あ、ついた、ついた。こんな簡単にできるんだ。なんか違うな。一回消します。それではホットサンド作っていきたいと思います。よっしゃい。じゃあちょっと自分は調理してホットサンドに取り掛かるんで。マジっすか。二、うん、人はもう向こうで、はい、別でやりましょう。わかりました、はい、よし、じゃあスタート。よし、まずは椎茸でございます。なんか手際が良くなってたね、やっぱ。もうやりすぎてますよ料理。椎茸を焼きまして、肉いきますよ。肉こんなんうまいですやん。これを入れます。いきますよ。うわ、それあるじゃないですか。絶対それだ、すき焼きのタレずるくないですすごいことしてる、キャンプで。
絶対みんな食べたいでしょ。じゃあ作っていきますか。お稲荷さん、米ですね。多分揚げがね、めちゃくちゃいい味だと思うんですよ、僕。カニクリームコロッケ。これは1個っすね、大きいから。で、ソースマヨスは。これやばいっすよね。これ絶対うまいわ。自信作、もう 100% うまい。向こうもやばいっす。うわ、しょうもないっすよ、あんな。これ以上はないって。パンを敷きます。で、ここにすき焼きを入れるってことか。オッケー。卵黄だけ。うわちょっとやばいぞ。これはマジでうまいぞ、絶対。確かにうまそうだ。これはうまそうですよね。そしたら、思いっきりサンドしちゃって。早くないですか、でも。これはマジで勝った。じゃあ、いきます。あんきも茶碗蒸し。はい、できました。完成？これで完成です。ちらし寿司と漬物一緒にしちゃいます。豪快だね。断面的なことで言うと、もうチーズ絶対入れたいんですよ。チーズをもうこれでもかって。トリプルチーズポテサラいくか。明太ポテサラチーズどうよ。うわうまそう。 OK できました。コーヒー作っていきますか。外でコーヒー作るなんてやったことないな。いいっすね、なんかキャンプっぽいな。出てる。ホットサンドが焼き上がったようです。おー、チャンピオンが見てくれてたんですか。あの、しっかり焼きました。大丈夫そうですか。多分大丈夫です。じゃあ僕から開けます。お真っ黒じゃん。チャンピオン。1個目から真っ黒だよ。めっちゃ綺麗にできてるじゃないですか。いい感じ。やっぱそれそうなんですけど、パンで挟んでるから全員分開けてもパンっすよ。断面がどうなってるかですよね。あとはこれが僕の自信作です。うわー、断面微妙。映え的なことはないですけど、うん、すき焼きなんでこれ多分うまいっすよ。これも自信作なんですけど。これはいいぞ。チーズポテサラ明太です。ナンバーワン候補だな。これナンバーワンすかもしれないですね。うわー、ちょっと傑作が多いな。僕た嫌いな食べ物があって。何ですか。ポテトサラダの。よしポテサラ嫌いな人なんているんですか。これも1票なくなりました。うわー、3中の1はでかいです。選手権開幕、食べてみましょうか。まずは、チャンピオンのあん肝茶碗蒸し。茶碗蒸しから食べましょうか。じゃあ、いただきます。いやかも俺。あん肝が本気出してきてる感じが。うんうんうん。ホットサンドになったら、あれってなっちゃいましたね。続いて、漬物とちらし寿司混ぜました。漬物ちらし寿司、うまい。うまい。おお。野沢菜のおやき食べてるみたいな感じです。全然いける。次じゃあ馬淵さんの2個いきましょう。いいっすか。はい、じゃあカニクリームコロッケ。あー、そんなん絶対うまいですやん。めちゃくちゃうまい。よっしゃ。元が完成されてるからもう下がりようがないですね。暫定1位ですね。暫定1位、うん、チャンピオンはもうない。すいません、チャンピオン。次がいなり寿司。おわ、まあ、違う。パンはパンでいくけども、いなりがもう全然合わせようとしてた。なんか、うん、変な感じでした。いや、ここに来て毒づいてきましたね。急に。最後は僕のですから。はい、順番どうします。どうしましょうか。すき焼きからいきましょうか。すき焼き。
うん、すき焼きが完璧だな。惣菜パンって感じですよね。卵の感じめちゃくちゃうまいっすね。じゃあラストいきます。ポテサラチーズ明太子。うまっ、圧勝ですよこれ。圧勝、うまっ、うんうんうん、チーズ明太子入れたからしょっぱさとかコクみたいなのがちゃんと出てるんですよ。すき焼きの方が好きです。1位決めますか、それぞれの。いきます、せーの、カニクリームコロッケ。え、マリさん、すき焼き、すき焼き、すき焼き、カニクリームコロッケ。え、まさかの、はい、元が良すぎる。うまい、はい、勝てませんでした。惣菜の力ですか。いや、味もすき焼きでしたね。あ、本当ですか。うまかった。あ、ってことは結局2票獲得で、はい、選手権第1位はすき焼き。じゃあ僕ですね、はい、やった、すき焼き、これ夏作のすき焼きが1位。いや嬉しい。いや試してほしいですけどね。でもすき焼きホットサンドに入れるっていうのも面白いですし、うまい、これいろんなの作れるからいいですよ。なっちゃんにプレゼントが、バレンタインチョコ。うわー、まぶこへの気持ちが抑えられなくなってきている。うわー、なんだこれ、楽しい。うわー、モルックへようこそ。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてコメント欄にて僕にやってほしい企画などぜひぜひ書き込んでください。よろしくお願いします。